これ100円ってマジでやばいかな。いやこれどう見てもおっ、これ早くやるとこんな感じで。こんにちは、 R スタジオです。今回はセリアの購入品紹介ということで、普通の YouTuber さんだったらね、1万円ぐらい使って机の上にバーって並べてね、豪華な感じで動画を撮ると思うんですけど、僕は購入品紹介とか言ってて3つしか並んでないっていうね、超自利品底辺 YouTuber なんですけど、これらのおもちゃはこの3つだけで動画を作るぐらいの価値があるんですよ。なんで今回はこちらのセリアで売ってたヤバすぎるおもちゃを紹介していきたいと思います。書いてある通り対象年齢6歳以上なんで、大人の僕が紹介するのはめちゃくちゃ恥ずかしいことですから、たかが100均のおもちゃを大人が本気で遊んでるのを痛いなと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは早速紹介していきます。まずはこちらの水鉄砲、アクションウォーターガン。これすごいっすよ。引き金を引くとスライドするよって書いてある通り、本物の銃みたいにこの青いパーツが本当にスライドするんですよね。水鉄砲なんで水をチャージする必要があるんですけど、その時もちゃんとこんな感じでリロードして楽しむことができるんですよね。早速開封していきます。これ今 TikTok とかでも話題になってて、近くのセリアを探しても全然なかったんですけど、ようやく新宿のセリアで見つけました。これマジでもう見た目のクオリティも高すぎるよね。グリップの脂肪っぽい加工も、こういうところの造形もすごい細かいです。これで水遊びしたらめちゃくちゃテンション上がりますね。ちなみに僕は川遊びする友達なんていませんから、母親でも撃って鬱憤を晴らしたいと思います。早速遊んでいきます。本物の銃みたいにまずはここをリロード、そうすると蓋が出てくるんで、これを開けて水に沈めます。蓋を閉じてボタンを押すと戻るので、早速撃っていきましょう。すごい、すごすぎる。ちゃんと前後アクションするんですよ。ほら見て、めちゃくちゃすごくない？え、ガチで本物の銃みたいな感触なんだけど、この前後アクション本当にすごいですよね。これ100円ってマジでやばいから、さすがセリアって感じですね。いやマジですごかった。普通におもちゃ売り場に売ってる銃でも顔負けっすよ。しかも水鉄砲なんで本当に弾出ますから、これアクションガンとか好きな人マジで買った方がいいです。本当に全然ちっちゃめなセリアとかだと全く売ってないんで、ぜひ皆さん新宿とかね、デカめのセリア行ってみてください。ちなみにめっちゃ遠出して池袋まで行ったんですけど、池袋のセリアでは全部売り切れてました。僕と同じ仮面ライダーファンのみんなは、今のうちに高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。続きましてはこちら、ぐにゅぐにょ卵。握ってぶっつけて、食べ物ではありません。でも部屋にこんな感じで置いてあったらマジで勘違いするかも。開けていきます。もうパッケージがマジで普通の卵。せーのによっ、おーなんかぬるぬるしてるんだけど。いや待って、何これ、むちゃくちゃなんかぬるぬるしてんだけど、やばい、何これ、ローション、やば、てかて草、何これ、もう始まってんの、そのなんかもうそのスクイーズのぬるぬるがこう始まってるんだけど、やばくない？これ大丈夫？ちょっとね、ハサミでここ切って、袋こう破いて、あーちょっと失敗したな。行きましょう。取り出しますよ。せーの。ちょっと取り出せない。うわ。やばいこれ。これやばいな。あー。ちょっとエッチだな。ちょっと、これ。いいよ。と、出たー。気持ち悪い。あ、なんか、硬い。いや、これはマジでやばいぞ。本物の卵よりは全然柔らかいんだけど、にしてもなんかこの気持ち悪さと言ったら何これ。しかも何これ。いや、これどう見ても、おっぱま親父みたいな感じだね。これね、多分本当に買わないと、この感触わかんないと思う。でも柔らかすぎて、あんま、こうやってタップしても、指に貼り付いちゃうし、音はあんまなんないかな。 ASMR 向きではないかも。ただこの握った感触マジでやばいわ。中のこの黄身はビー玉、結構固めですねこれね。本当にあの乳首つまんでるみたいですね。まあ僕本物触ったことないんだけどね。これマジでおっぱい触ってるみたいですね。揺れてる感じもなんかちょっとおっぱいみたいじゃない。まあ僕本物触ったことないんだけどね。これは意外とセリアで売れ余ってたから、になった人買ってみてほしい。多分この動画の中で触ってみたい欲は一番高まるんじゃないかな。でも卵系スクイーズめちゃくちゃ種類あって、黄身がこうやって出るタイプと、黄身が出ないこうマットな感じの触り心地のタイプ、それからこう殻を割って中のプニプニを出すタイプみたいな感じで何個も種類があって、これが欲しい人はちゃんと同じものを探してみてね。ちなみにこういう遊び方もあるらしい。
ラストはこちら。フルト刃が出る。プッシュナイフ。これあれだね、最近 SNS で話題になってる、人参ナイフってやつだね。これも近くのセリアでは全然売ってなくて、結構探し回ったんだけど、池袋のセリアにめちゃくちゃ余ってました。カラーバリエーションもね、むっちゃある。ちなみにこれと似たようなクルクルナイフっていうのもあって、それも見つけ次第今度買っていきたいと思います。Amazon で人参ナイフって300円ぐらいするんですよね。めちゃくちゃ楽しみだわ。せーの、よっ。かっこいいな。なんか車のさ、キーみたいじゃない？仮面ライダーのアイテムみたい。キーホルダーにもできる穴みたいのもついてる。人参ナイフって呼ばれてるだけあって、人参のマークがここに印字されてますね。裏にも人参マーク。かじられてる向きが違うね。遊び方がむちゃくちゃ簡単で、まずこの青い部分を持って下に振ります。で、上に戻すと、ナイフが出る。人参みたいなナイフが出てくるっていう、それだけのおもちゃです。このフィジェットナイフっていうのかな？本当にハンドスピナーみたいな感じで、手遊び用の玩具で、本当にこういうアクションを楽しむためだけの玩具です。これ早くやると、こんな感じで素早くナイフが出せて癖になるよっていうアイテムですね。まあこれでも本物のナイフだったら、この状態で携帯して敵が来たらこんな感じで刃を出せば誤信になりますね。ここの刃の部分がオレンジ色のものが多くて、それが人参に見えるから人参ナイフって呼ばれてるらしいですね。他にもフィジェットナイフとか販売元によっていろんな呼び方があるようです。ちなみにカラーバリエーションめちゃくちゃありましたね。いや、この二つは余分に3個ぐらい買えばよかったなってめっちゃ思ってます。まあみたいな感じで、今回はセリアで買ったヤバすぎるおもちゃを3つ紹介しました。いかがだったでしょうか。僕的にはどれも遊んでてむちゃくちゃ楽しいんだけど、機能的にはこれが一番好きなんだけど、やっぱ水がないと遊べないし、水に濡れてもいい場所じゃないと使えないから、場所を気にせず手元でこう暇な時にカチャカチャ遊べる、これが一番気に入ったかも。卵のスキーズは割とどこの店舗でも売ってて、こちらのプッシュナイフも店舗にも入れますけど、まあ、数割と余ってましたね。カラーバリエーションもめっちゃあります。ただこのアクションウォーターガンだけは TikTok で紹介されたのもあって、全然売ってなかったですね。僕が売ってたの見たのは新宿のセリアだけだったかな。青と赤の2色があって、本当に川遊びとかで大活躍すると思うのでおすすめですよ。僕も動画の撮影が終わったら、これらのおもちゃ全部余分にもう一回買いに行こうと思います。このチャンネルではこんな感じで、何らかの商品紹介したり、僕がダラダラトークするっていう感じになってるんで、気に入ってくれた方はチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。